ヒグマリオン効果とは、教育心理学における心理的行動の一つで、教師の期待によって学習者の成績が向上する、ことである。別名、教師期待効果、ローゼンタール効果などとも呼ばれている。なお批判者は、心理学用語でのバイアスである実験者効果の一種と、する。ちなみに、教師が期待しないことによって学習者の成績が下がる、ことは、ゴーレム効果と呼ばれる。 ピグマリオン効果については、人間は期待された通りに成果を出す傾向があることの現れとされ、1964年にアメリカ合衆国の教育心理学者ロバート・ローゼンタールによって実験された。ピグマリオンという名称は、ギリシャ神話を収録した古代ローマのウィディウス、変身物語第10巻に登場するピグマリオン王の恋焦がれた女性の彫像が、 その願いに応えたアプロディテンの力で人間化したという伝説に由来する。1963年ローゼンタールとフォードが大学で心理学の実験で学生たちにネズミを使った迷路実験をさせるのに、ネズミを渡す際に、これはよく訓練された利口な系統のネズミ、これは全くのロマナネズミと言って渡したところ、その二つのグループの間で実験結果に差異が見られた。 前者のネズミを渡された学生たちは、ネズミを丁寧に扱い、後者のネズミを渡された学生たちは、非常に存在に扱い、その両者のネズミへの期待度の違いが実験結果に反映されたものとローゼンタールは考えた。そこで、これは、教師と学生の間でもあり得るのではないかと考えた。1964年春、教育現場での実験として、サンフランシスコの小学校で、 ハーバード式突発性学習能力予測テストと名付けた普通の知能テストを行い、学級担任には今後数ヶ月の間に成績が伸びてくる学習者を割り出すための検査であると説明した。しかし実際のところ検査には何の意味もなく実験試行者は検査の結果と関係なく無作為に選ばれた児童の名簿を学級担任に見せてこの名簿に記載されている児童が 今後数ヶ月の間に成績が伸びる子たたちだと伝えたその後、学級担任は、子供たちの成績が向上するという期待を込めて、その子供たちを見ていたが、確かに成績が向上していった。報告論文の主張では、成績が向上した原因としては、学級担任が子供たちに対して、期待のこもった眼差しを向けたこと。さらに、 子供たちも期待されていることを意識するため、成績が向上していったと主張されている。この詳細がまとめられた報告書は、ローゼンタール、R&J コブソン、L、ピグマリオンインザ・クラスルーム、ホルト、ラインハートウィンストン1968として、刊行された。ロバート・ローゼンタールによる実験の方法をめぐっては批判もある。現在でも激しい議論がなされている。 ロバート・ローゼンタールの実験に参加した教員は、実験の際、名簿はざっと一度見ただけであると言い,い、さらに名簿に記載された子供たちの使命は記憶していなかった。スピッツの再実験においては、ピグマリオン効果は認められないということで、再現性は否定されているとする学者もいる。人間におけるピグマリオン効果では教師によるエコヒーキの問題。 チートの問題と切り離せないとする学者もいる。また、ピグマリオン効果は、教育に携わる者に対しての心得として説明されることがあるが、ピグマリオン効果は、教師が学習者に対して教えるというのが大まかな構図である、ため、学習者が自ら学習を行っていくという視点が不足しているのではないかと言われることもある。教育経済学者の中室蒔子では、 あなたはやればできるのよ、などと言って、むやみやたらに子供を褒めると、実力の伴わないナルシストを育てることになりかねません。特に、子供の成績が良くない時はなおさらですと批判している。褒めてはいけない、ではなくて、その褒め方が重要だという。ありがとうございます。